こんにちは、ちか先生です。はい、今日のクイズです。兄は仕事もしずに毎日ブラブラしている。兄ですね。はい、兄は仕事もせずに毎日ブラブラしている。はい、しずにせずにどっちでしょうか。はい、答えは兄は仕事もせずに毎日ブラブラしている。はい、わかりましたか。毎日ブラブラしている意味わかりますか。毎日ブラブラしているはどこに行くっていう目的がないですけど、なんかこう何しようかなって考えながら、まあこういろいろ歩いたりねしてるんですね。でもどこに行くっていうのはないですよ。はい、あと仕事に行くとか会社に行くとかそういうあの目的の場所はないんですけど、ただ何しようかな、あっち行こうかな、こっち行こうかなって、まあちょっといろいろなところに行ってると、そういうのがブラブラしてる。仕事ないですから。はい、で仕事もせずにですね。この図に、何々図に、何々図に、これは何々ないでと同じ意味です。図にがもうちょっとフォーマルですね。はい、こっちがもっと会話の時によく使うんですけど、図にこれはね、何々、これないフォームなんですね。で図にだからないで、だから行く、行かないで、行かずにとか、食べる、食べない、食べずにですけど、このポイントですね。仕事もせずに、これはするですよね。する、するはですね、しずにじゃなくて、せずに、これなんですね。はい、しずに、これはダメなんです。はい、これはもうあのスペシャルなのでね、覚えましょう。はい、で、これはする、せずになので、こっちですね。はい、OK でしょうか。はい、じゃあちょっと練習しましょう。じゃあここで図2の練習ですね。そうですね。じゃあいつ、はい、昨日はシャワーを何々図に寝た。はい、これどうですか。シャワーを浴びる、浴びない、浴びずにですね。浴びずに寝た。はい、じゃあもう一つ。そうですね。じゃあこれ、息子は勉強ずにゲームしかしない。はい、これはどうですか。息子は勉強する、するせずに、だから勉強せずにゲームしかしない。ゲームしかしないはゲームだけするっていうことですね。はい、さあ OK でしょうか。じゃあ復習しましょう。レビュー。兄は仕事もせずに毎日ブラブラしている。昨日はシャワーを浴びずに寝た。息子は勉強せずにゲームしかしない。はい、それでは今日もありがとうございました。またねー。